それでは結末を見ましょう。おいっす。隅田川。よ。嘘ついたらまずいんじゃないですか？周りを見ます。どうやってた？なんで？周囲か。鳥はいない？いないか？すでに見っけたのかもしれないけども、茂み？あるけど、ないよ。くれ。それじゃやだよ。やっちまったね。はい、私がやりました。
すげえ顔してら。あ、してねえ。うん、うむ。上手だ。チェック。チェック。はい、話し終わった。え、たくさんあって分かんない。これないやったら死ぬだろうな。隠し事がバレた相手を叩き殺す。うん、似てるよね。いやー、難しそう。はい、家出ないんか。答えない。バカ。うわあ。え。
かに思えた。おい。エリオ。むむむむ。お？お、注意でした。そうだ、置いてけぼりだ。多いな。船提灯 C の葉太鼓足の方。うんうんうん。船なんて？船提灯 C の葉太鼓足。順番って言われてもな。船ってなんだ？置いてけぼりか。置いてけぼり。うん、船だね。提灯 C の葉太鼓足。王だ。太鼓が王だ。片刃の足。切断。あと何です？提灯。順番？相談。正しい順番。じゃあ大きい家の船。ちょっと一回全部この順番で。ベベ。うむ、違う。順番のヒントは書いてないですか？考えるっつってもな。相談。資料をよく見てみる。はい。まあそういうことなんだろうけど。置いてけぼり。なんか時期に関する記述はあるのか。七つ時まで釣り糸を垂れる。月明かりの下。提灯が長沢。わかんねえ。
ルベ。うん、だからその順番がなんだかわかんないんだよ。これに書いてある順番？ふな、ちょうちん、し、太鼓、足だろ。わかんなくなっちゃった、さっき言ったことが。当時の出来事、時系列がある。わかんねえよ。おめえそこまで分かってんならやってくれや。つながりがある。なるほどね、オッケー。つながりがある。夜も更け。月明かりの下。前を聞こえるようになった。早数年。これは関係ない。じじい。おばはん。太鼓がじじい。足おばはん。おっさん。鬼火。わからん。全然わからん。なくなった順番、相対的に順番が見えてくる？え、そうなの？太鼓のじじい？今宵も響く太鼓の音。神屋敷。朝見つかった。朝見つかった。そういうこと？
上屋敷の庭。俺は何言ってるか全然わからんわ。全然わかんねえぞ。最初がジジイ。なんだ。やべ。もうやってくれ。わからん。もうここまでかヒント。いやこれ国語の授業でも難しいぞこれ。ジジイ、浮世絵師の繊細を、たまに訪ねてくる孫娘に筆と紙を持たせて、浮世絵師か、この人。そういうこと？こいつの孫娘が呪いや魂よみがえりをこの浮世絵師のジジイに話した。蘇生の術。で、まあこういった。仁吉。根付職人。絵師だったじいさんを罰が当たったか無残な姿で見つかったばかり。はい。はいはいはい。あとなんだ？提灯。世話になった恩をあだで返してしまった彼らの無念。陰陽師の女、すべて奴の仕業だった。あとなんだっけ、堀。堀は仁吉との魚釣り、仁吉？仁吉？仁吉の娘、母駒、父の姿が消えた、父死んだ、母も帰ってこない、母夫が首をくくる、はは。で、娘も死に、若い夫婦とその娘すべて失ってしまった。なるほど。じじい、夫、母。母と娘の順番がわかんねえ。当たり。あ、うるせえ。スタークか、おめえは。トム、これは。
まあ、資料を読んどいてくださいと。おすごいね。3つのものを揃えよ。魂、呪霊、慈しみ、血統のもの、精神、聖満自身の意識。走り主を滅する者なり、我が呪霊は我が呪詛を持つ。走り主を滅する者なり、カウンターじゃないの。よこしんどれないかい。なんてこった。特に強い霊感を持つ者、どこかの誰かに取り付いている。能天気だな。あ、はい、ごめんなさい、ちょっと失礼します。わけのわからんこと言うとる。わけのわからんこと言うとる。なんか薬物でやってんのか。こいつだよ、こいつだよ。あ、何ミスった。失礼しちゃったからダメ。立ち去ってしまいました。それは溺れ死ぬよ。でもどこで何を。いかがでしたか。お疲れ様でございました。なんだと。終わっちゃったよ。
俺こいつ中越だと思うんだけど。黒幕。なるほど、今のは避けられなかったか。え、ぶっ殺す？ん？終わり。ここで？こ、あ？お、わ、あわあ。ここでぶっ殺しましょう。ここは変わるかもしれない。わかんないけど。はい。